はい、アンディです。じゃあ、村田です。今回村さんとお届けしてまいります。はい。重大な発表ですね。そうですね。はい、ビッグニュースになります。はい、まあ、結論から申しますと、はい、ライカに恋してのコミュニティを解散することになりました。はい。決定事項でございます。決定です。はい。多分まあこれ出てるのは7月の頭のはずなんですが、一応6月の時点で新規加入をまず止めたんですよね。そうですね、そうですね。で、まあでもそれでももうね、結構運営大変だと、ちょっと時間がどんどんこうなくなっていくところでね、若干仕事にちょっと影響も出始めてると。そうですね。これどうしようかなといろいろ考えたんですけども、まあそのね、オンラインだけ枠だけ残してとかいろいろ手段を考えたんですけど、まあちょっと中途半端になるのもね、参加していただいている皆さんにも申し訳ないかなというのもあったので、まあ、潔く、はいはい、ちょうど1年経ったということ で、 そうです、ね、スパッと解散を決めました、はい、で一応3ヶ月残り3ヶ月、7、8、9の3ヶ月間は、無償無料開放という形で、スラックと、まあ、そのコミュニケーションベースは続けていくと、であと9月までに企画しているイベント、これは全部行いますと、はい、という感じで、はい、はい、解散を決めましたが、1年ですね。ああ、1年、1年走って1年で力尽きたと。まあすごい、はい、なんかさっぱりした感じの。そうですね。はい、あの前のめりに走り抜いてそのまま倒れたみたいな。そうですね、そうですね、もうこれ以上はもう走れないですみたいなとこまで走ったんで。そうですね。まあそういう意味では。あの頑張ったなと、よくやったなっていう、よくやったなとは思いますね。はい、まあ、いろいろやりましたからね。いや結構やったと思いますよ、1年間、はい、しかも結構無我夢中で走ってきたというのがありますし、まあ、毎月のようにね、なんか展示会もユーベスやったりとか、フォトウォークもかなりの数やってましたしね、まあ、いろいろ皆さんがこうメンバーさん同士ですごい仲良くなったりとか、つながってみんなで遊びに行ってるったりとか、まあ、そういうのが作れたから一番良かったですね。うん、間違いないですね。まあ、もともとの目的もね、そんな感じで、でね、はい、ライカっていう、まあ、キーワードはあるけど、カメラ好き、写真好きが集まって、うん、まあ、こう、仲良くなって交流したらいいよねっていう、まあ、大人になってね、なかなか友達ってね、作りにくいというかね、そうですね、まあ、簡単ではないと思うんで、まあ、そういったところが、まあ、なんか、カバーできたというか、うん、まあ、なんか、つながりの一つになったならいいかなという気持ちですね。悔いはありません。はい、もう、もちやりきった感はすごいです。すがすがしく。10月以降、はい、アンディさんの活動としてはどんな感じなんですか？ちょっとまだ全然考えてないですけど、ぶっちゃけ、はいはい、まあ、YouTube 更新自体がちょっとまあ忙しいんで減っていくだろうなっていうのは予想はしていて、うん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 、でもじゃあやめますかっていうと、まあ、やめる気はないんですよね、その YouTube のこの動画自体は、はいはいはい、なので、まあ、それこそ本当になんか週1なのか月1なのか年1なのか分かんないですけど、うん、まあ、年1がやってるというかどうか分かんないですけど、うんうんうん、まあ、なんかネタがあるときは出そうかなとは思っているっていうのが一個、うん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 、で、まあ、あとライカに恋してというタイトルつけてる部分なんですけど、まあ、これもライカの発信をしている限りは別にこのままでいいかなと思ってはいるんですよ ね、うんうん、すね、別に消す理由はないかなと、うん、ただまあなんかそのネタがもうあまりにもなくてないってことはないんですけどなんか別の発信とかしだしたりとか、僕の興味が完全にそっちに移っちゃったら、まあ、それはそれでちょっとねちぐはぐするの気持ち悪いんで、うんうん、あのまたミニマリストの話をするとかね、うんうんうん、そういうのになればそっちにもしかしたら移るかもしれないですけど、まあ、基本的にはまあカメラ自体は絶対続けようと思ってるんで、やめる気は全くないので、まあ、その辺をちょっと考えながら YouTube チャンネルの更新をやるのと、うん、あと毎月フォトブックすっげえ頑張って出してたんですけどそうだそうだ、そうなんですよ、そうですね、これねちょっと力尽きてます今そこにありますよ全部6冊頑張ったんですよ、うん、半年間、うんうん、で今7月で7冊目を作ろうとしてるんですけど、まあ時間がない、うんうんうん、これがだからもしかしたらちょっと最後下半期1冊とか、うん、ただでも出したい思いはあるんで、集大成で、そうですね、下半期集大成でいいですね、っていうのはちょっと考えてるんで、まああと1冊か2冊かをちょっと年内出せたらいいかなっていう希望的観測ですね、これはちょっとまだわからないです一応そんなところが、まあ、変化というか考えている部分で、はいはい、あとまあ方向性なんですけどね、まあ、その写真っていうところ自体は変わる気はないんですけど、うん、やっぱその思考している作風、方向性みたいなのがやっぱそのアーティーな方に、うんうん、表現の方によりこう自分も進んでいきたいなというのは思うので、うんうん、まあ、その展示する写真とか出す写真とかそのものもなんかまあもしかしたら変わってくるのかなっていう、うんうんうん、感覚があって、で、まあ、その 2、3 ヶ月前かな、あのアートをやろうと思ってインスタグラムアカウント立ち上げてる部分があるんで、それをちょっとまあやっていきたいなっていうのが1個で、あとまあプラスアルファ普通に写真出してるやつは、うん、日常として、うん、あの更新できる時にするみたいな
で、ツイッターはちょっともうなんかオワコン感が強いのでそこは情報発信、伝えるだけの場所、インフォメーションコーナーになるんじゃないかな。昨日やばかったっすよね。はい、昨日も制限やばかったっすよね。あ、らしいですね。僕はかかってないんですよ、僕制限。本当ですか、はあ、僕もかかってないですけどなんか噂にはなったじゃないですか。終わった終わったって言ってる人がいっぱいいたし、ね、そうだ、思ったこと僕だから使ってないんだなってことがまあ分かったんでSNS 周りはそんな感じで、まあ、Twitter、Instagram、YouTube はやっていこうかなっていうとこですかね。あとなんだろうな、あとフォトウォークはもう本当に僕ゲリラで自分のやりたい時に前日とかに、前日とかにやる、はい、なんなら今からやりますみたいなあのもう大人数集めることは僕はしないと思うんで、ですね、ですね、はい、今日今からやりますみたいなのがもしかしたらインスタグラムのストーリーズに出るかもしれないとか、そういうのはあると思うんで、まあよかったらそこはチェックしてもらえたらっていう感じですかね、うんうん、そんなイメージですね。あとはもうちょっととにかく仕事がこれからさらに走らなきゃいけないんで、ね、うんうんうん、まあ、仕事の方はちょっと前のめりでも倒れるわけいかないので、そうですね、確かにまあ足踏ん張ってやっていきたいなっていう感じはありますけど、そうですね、大体そんなもんで、あとまあ村さんもね、このチャンネルプラスアルファの展示会もまあやると思うんで、うん、まあ、なんかタイミングが合えば僕も遊びに来るとかね、フォトーク一緒に行くとかね、それはまあなんか別にコミュニティ立ち上げる前からやってたことなんで、ね、そうですね、元に戻る感じですね。そうです、そうです、はいはい、枠組みだけ外しましょうって言ってるだけなので、うん、まあ、それ以外が何か変わるかっていうと多分もう変わらんちゃ変わらんと思うんですけど、うん、まあ、その忙しさとかいろいろやりたいこととかの方向性はまあそれぞれ変わる可能性はあるけどっていうぐらいかなっていう気がしております、うん、はい、はい、野呂さん的には軽くどんな感じで行こうかみたいなの。いや、もう僕もちょっと結構走ってきたなっていう感じ、いろいろ抑える感じ、まあ、自分のことに振り切りたいなっていう、はいはいはい、そうですね、はい、うんうんうん、若干あるんですけど、まあね、皆さんの展示会は皆さんの展示会としてね楽しかったですけど、そうですよね、まあ、自分のエネルギーの割り振りっていうのはね、それはちょっと考えなきゃいけないかなっていうのは思ってますけど、まあ、せっかく居場所を作った側として、うん、まあ、完全になくしてしまうのは申し訳ないなと思って、はいはい、まあ、何かしらこう、うんうんうん、そういう機会を守るものは一つ作っておきたいなとは思うんですけど、うんうん、写真展なのかとか、はいはいはい、フォトークなのかとかっていうのは続けますけど、うんうん、ただそんなに頻繁にってなるかどうかは分からない、うんうん、なるほどですね、はい、まあまあ有名する場所自体がねありますからね、はい、そうなんですよね、だからそのあたりはじゃあ、まあ、詳しくより詳しくはちょっと村さんの方のチャンネルで、はいはい、語っていただくということにして、はい、一旦ちょっとこのあたり僕のチャンネルは終わりで、終わりって言っても別にまだ腰が終わるわけじゃないんですけど最終回みたいな感じになってますけど、全然最終回じゃないんですけど一回戻りますけど、ね、一回戻ります、はい、なんか折り返し地点みたいな気持ちで、そうですね、はい、やっていきたいなっていうつもりですので、はい、よかったら引き続きこのチャンネルも見てください、はい、村さんの方のチャンネルもぜひ遊びに行って、チャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた次回の企画でお会いしましょう。